チャンプことノブ太郎です。今日使っていくポケモンは鉄の武人です。今回の鉄の武人、いわゆる壁張りの鉄の武人です。インファイト、リフレクター、光の壁、電磁波。よく見る壁張り鉄の武人は、この電磁波の代わりに道連れを入れてるんですけど、僕もちょっと入れてたんですけど、道連れが警戒されて決まらないということで、その間に、すかされの壁の時間がどんどん減っていくという、悪循環に陥ることが多かったので、ここをあえて電磁波にしました。これ電磁波にすることによって、電磁波で相手を麻痺させ、もう自ら戻ることもできるという、鉄の武人でございます。努力値の振り方は概要欄見てください。で、持ち物はもちろん光の粘土。テラスなんですけど、鉄の武人かなり素早さ高いんで、大抵上取れるんですけど、弱いのが羽ばたく神。これワンパンされます。ムーンフォースで。で、あとマスカーニャの、変幻時代、じゃれつくで、乱数一発 68%。で、ハチマキ変幻時代、じゃれつくで、角位置取られます。なんでね、フェアリー技にちょっと弱いんで、鋼テラスとかもちょっと考えたんですけど、もう壁張りにちょっと、テラスタル切るっていうのもちょっともったいないんで、もうこのままにしてます。そこら辺は要検討ということで、今回はこのまんま行きたいなと思います。素早さが早いんで、かなり有利に、このポケモン使えば安定してくるかなと思います。今日はこれでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、フーミン。よろしくお願いします。ちょっと嫌なパーティーだ、嫌なパーティーですね。毒画はちょっとさすがに欲しいかなというところ。武人からの毒画、そして、これでいきましょう、じゃあ。オープンワールドとしてはダサくだ、みたいな。これさあ、初手電磁波っていうのもありかな。だってどうせトリックでしょこれ。いや、壁張るわ。テラス切ってくる。2020年と、これグラフィック悪い。グラフィック良くないよ、あんまり。スカーフじゃない。テラバス取ってくる。メガネだよね。メガネだよね、これ。うわ、どうしようかな。リフレクター貼るのか、電磁波ぶっ放して、次ね、でもね、あれを見てくると思うの。道連れ見てくると思うから、ここ余裕のリフレクター。変えてくんじゃねえかな、なんなら。普通に殴っていった。普通に殴っていったね。これでお仕事は完了と。じゃあ、ここ道連れ聞いてたやん。道連れ聞いてたやん、今の。こっちでしょうね。迷うな、これ。変えてくるよな、普通に。変な子してこい。あいつやめて。いやー、もうそうなるよな。そうなるよな。ロトムちょっと重いんだよな、正直。テラス切りたくねえな、まだ。ただここテラス切ってシャドーボール打てばハッサも落としそうだな。そんなことより変えるか。そんなことよりまずこっちに変えて、バレパンなんて全然効かねえんだから、積まれたとしてもこっちに変えた方がいいか。スイッチに画質求めちゃダメだよな。で、これロトム来たらこっちの方によ、もう。あ、ロトムに打点あったっけ。ハッサンもそんなに。一発耐えるでしょ、これ。一発耐えるからこそ、オバヒを打つんだけど、こいつを残さないと、あんま良くないかもな。エスパー技？サイコショック。いやー、これ助かなー。助けだ。助けやー。次、サイコショックそんな入る？
100入って、じゃあここ炎テラスを切ることができれば、しかも防御地かよ、だる、サイコショック。いや、こう毒が残さないと。ヘドロウェーブはまだ入れてるよ。一応毒だからね。確かにそんなに打つとこないな、ヘドロウェーブ。さあこれで向こうからおそらくシャドボが飛んでくる。耐えてくれよ。まあ耐えるけど自利品になるよなこれ。あ余裕、あそうミイラーあれだ光の壁忘れてたわ。さあもうちょっと強気いかないと、強気にいかないと、もっと忘れちゃうんだよ。でも書いといてほしいな、左下か左右上に。ああ今光の壁だよって。もう書いてくんねえと分かんねえよ俺。それがなんかエフェクト、バリアみたいな感じでエフェクト欲しいよな。これツバイ様来てんだよな。うん、これちょっと毒がこれ以上減らすわけにはいかないから。うわ、どっちにしよっかな。いや、どっちにしよっかな。これ、テラスは使わなくていいか。テラス使わないから、もう、死んだら死んだ時で、ゴールダッシュ。あ、足りないか。ドロボン足りないか。いや、そうだ。光の壁。光の壁。状況を見ると確認しなさい。毎回確認するのこれ。一旦俺忘れてんだけど、そういう構成なのにパーティー。いやもう壁ってめちゃめちゃ強いな。壁ってめちゃめちゃ強いね。うわーちょっと待って、つうことはこれワン、いや持っていかれはしないか。これさワンちゃん耐えない、耐えるよね。ありがてえ。じゃあ壁なかったら耐えてないってことか。でリフレクターなくなったんで、こっからは食らっちゃうから打っていく。詰まれるのが一番の負け筋だけど。え硬いねえ。ここまで来ると、いやテラスは切っちゃダメだ。こっちが積む。毎回確認するから一旦ぐらい覚えるやつ。あのね、脳のキャパがね、ポケモンそれあれだね、ランクマエアプ、あのね脳のキャパがなくなっちゃうんだよこれ。脳のキャパがポケモンバトルというのこれハチマキかな。でもハチマキだともうちょいダメージ出るでしょ。ありがとうございました。落ち着いてたね今の。うわ一番上の可愛いやつなんだっけ、切り裂くが強いやつ。あ、ネッコアラがいる。ええやん、やばい。ネッコアラにはちょっとね嫌な思い出があるんですよ、トラウマがあるんですよ。後ろにセグは欲しいな。後ろにセグ置いて、あ、まあ鉄道武人出そうか。鉄道武人出してセグは置いて、あとね、ソーブレイズがね、俺苦手なんだよな。あいつに勝てた試しねえんだよな。だから先制パンチできるやつが欲しいんだよな。あ、そういうことマリルリか。他はちょっとわかんねえな、どうすればいいのか。4桁とか、いや4桁通過点ですよ、通過点。通過点です。さあ、ソーブレイズは確かね、物理アタッカーなんですよね。まあ、基本的には、あれが強い。タスキ持っての最後あれしてくるのが強いから、うん、物理なんで、まあ、リフレクター貼っときましょうか。特殊アタッカーいた？すごい、無念の剣は強いんだよな、めちゃめちゃ。これ、無念の剣ってあれだよね、ダメージ量だよね。起死回生だよね、これ。相手に与えたダメージの半分だけ、ごめん、全然違かった。全然違うね、これ。全然違かったわ。びっくりした。技、間違えた。
じゃあ剣待ち使えないか。これさ、万全騎士でいい。レンジャー行く。外していく !90%? これやべ、起点にされちゃう。起点にされちゃう。勝てない、こっから。いや、遅かったな。アンコール使いたかったけどな。デンジャー撃っときゃワンチャンあるだろ、これ、ワンチャン。道連れ怖くないのかな。道連れ戻した方がいいかな。今日なんか2回ぐらい道連れ決まってる場面あるんだよな、実は。無念の連れでさ、一発受けれると思う、セグ。素早さはもちろん、素早さ、ソーブレイズ。早そう。85、あー、多分負けてるね。セグで熱交換の餌。じゃあ耐えるかなと思って。氷は絶対切らない方がいい。あー、それは取ってんだ。あ、すっかり忘れた。すっかり忘れた。あ、耐えるそれ。あ、壁あるんだ。もうこれ、俺ポケモンやめようかな。ポケモンやめようかな、もう。ねえ、ポケモンやめた方がいい、これ。全然、わかんねえんだけど、壁が。まひってるし。わあ、やれてよかった、あいつ。危な。ロートーム。自信効かない。いや、これ、巨剣使うの怖えんだよな、正直。これ、ボルチェンだよね。マリル書いたらダメだよね。巨剣撃っとくか。いや、おばひは落ちるか。落ちない。リーは光の壁あるから、それでも落ちると思った。しかも熱交換入れての、これ2倍になるんだっけ、熱交換。ありがとうございます。それね、知らないみんなに教えてあげると、セグレーブの熱交換は、1段階上がる。ずっとか、これ。ずる。ずる。あ、いえ!ハルクジラ?やべえ、予想だにしてなかった。知らない、こいつ。HP クソ高、攻撃力高い。力づく、追加効果があれば使うぞ。威力が 1.3 倍になる、厚い脂肪雪かき。まあ、雪かき型が多いのかなと思いきや。拠点でいいかな。一旦見てきたか。氷タイプ単体だよね。フェアリーテラス来たらどうしよう。知らねえんだね、こいつ。様子見てったね。上手。上手。巨剣打った。巨剣じゃなければ耐えてたんじゃない。あー、でも等倍か。ちょっときついか。さあ、物理、リフレクターもないよね。おい。いやー、こいつちょっと早いな。これ、つぶて打ってこないよな。いやー、ほんとはね、センサーズランコール行きたいんだけど、まだそんな段階じゃないから、ここはしっかりと、氷でしょ?これ、切ってもいいよね、テラス。テラス切ってのアクアブレイク行くか。あ、次も守るか。次も守るか。いや、じゃあ今のはアンコールが正解だったかも。間違えた。うわ、今のは大ミス。確かにそうだわ。あ、地震か。半分いかないかな。あー、いったー。じゃあ頼む、なんか変なのやめろよ。チャンプはね、守るの使ったことないね、確かに。あ、俺自分のことチャンプって呼んでるし、みんな、常連リスナーさんにもみんなチャンプって呼ばれてるんだけど、チャンプは、
チャンプは使わないね、守る。守るってさ、やっぱりさ、弱者の戦法じゃない？これ大丈夫？これ 1.5 倍自信。え、ギリ耐えるよね。急所じゃなければ大丈夫だよね。よし。チャンプはね、チャンプはね、あんまりね、受けに回らないんですよ。まあ、あの、壁の鉄の武人使ってるチャンプが言うのもあれ、ちょっとあれだけど。チャンプは昔のうちの犬だよと。何犬だったのか教えて。犬好きだから俺。うん。犬の犬種を想像するだけで、飯2杯いけるから。さあ、このタイミング待ってた。でもね、なんか、このタイミング、夕方もこのタイミング待ってて来たんだけど、羽ばたくん変えちゃったんだよな、これ。だから一発殴られてみたいんだよ。多分死ぬとは思うんだけど。死ぬとは思うんだけど。うん、これを食らってみたかった。